今日もいたずら音符姫が魔女の猫を弾いてみます。ディミニッシュというコードを使ったこの曲はとても不思議な曲奏のとてもコミカルな曲です。魔女の猫ピアノは非常に音域の広い範囲をカバーします。まずは上達するためにはドレミの位置、ヘ音記号とトーン記号の位置をしっかりと把握することから始まります。これはピアノを上達する上ではとっても大切なことです。上達するためには原曲をよく聴き、イメージを養うことも大切になってきます。ヘ音記号とドーン記号の位置、これをしっかりと理解すれば表現豊かにフレーズを歌いながらもっともっと表現力も身につきます。それでは明日の楽しいレッスンですが、良い子の皆さんも少しずつ今日はこの曲を弾いてみよう、先生に聞いてもらおう、できたらどんどん、褒め言葉はたくさんあります。少しずつ、今日はこの曲ができたらおやつを食べよう、1日5分5回お家で練習ができたらゲームをしよう、シールを貼ってもらおうなどとお約束事を決めてみてください。お約束事を守れると嬉しいご褒美がもらえるなどと小さなルールを決めてあげてもらうとピアノはもっともっと進歩します。魔女の猫でした。にゃおーにゃおー。